さあ今回のですね、この BRP さんをですねちょっとご紹介していただくのに来ていただきました、お名前の方、BRP ジャパンの武用品の担当してます倉田と申します、はい、よろしくお願いします。はい、もう長い長くにわたってそうですね、まあ日本の法人ができる前の、まあ、西部自動車販売というディストリビューターがあったんですけども、その時代1995年からこの仕事に携わってます。もう結構歴史じゃ長いですね。そうですね、 BRP さんね、はい、ですね、大まかに言うと BRP さんってどんな成り立ちでやってきてるんですか。もともとはですね、スノーモービルを開発、はい、初めてした会社でありまして、初めてっていうのは世の中で、世の中で初めて開発した、世の中で初めてスノーモービルっていうものを作り始めたのが、そうですね、 BRP さんだった、はい、それはあの国はとしては、国はカナダです。カナダ、はい、なるほどね。でそもそもその作ろうという発想がですね、まあソーシアの J. アーマンド・ボンバーディアっていう創始者がいまして、はいはい、彼のですね、もうものすごいカナダの雪の中、田舎に住んでおりまして、はい、息子が病気になってしまったんですね、はいはいはい、でも雪の中なので、全く身動きが取れなくて、はい、もうこんな不便なことではいけないということで、スノーモービルという発想が雪の中、それ、それ何年ぐらいのことなんですか。年代は分かんないけど、ね、まあ、75年ぐらい前ですかね。そうなんですか、はい、その頃にスノーモービルとかできたんですね。そうですね、はい、はいはい、そこから、そこがそれが成り立ちです。 BRP の、はい、そしてその後に、その後にですね、今度は雪から、雪山から海へということで、水上飛ばい、ジェットスキーといったら今川崎になっちゃいますけど、そうですそうです、登録商標でいうとジェットスキーというのは川崎なので、はい、うちのものをシードゥという名前の、シードゥという名前でね、はい、ジェット水上オートバイね、はい、なるほど、まあ、似たような形でこう来てますけどね、はい、そういう遊びの乗り物を、うん、ね、はい、まあ、そこからはですね、飛行機、飛行機、飛行機、はい、飛行機の会社を買収し、はい、その後は、電車の会社を買収し、もうどん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 、まあ、要は、カナダの重工業の、まあ、日本川崎重工とかですね、三菱重工とか、そういうまあ大きな会社に発展してきました。じゃあ本当は趣味の、はい、趣味というか、まあ本当はね、実用、その雪の中で困ってたところの実用から始まり、はい、趣味として大きくなり、はい、さらにその鉄道だ飛行機だっつって、はい、本当乗り物として大きな発展を、はい、していく会社、はい、まあ、はい、人をこうエンジンついた乗り物だったり、はい、動力をついた乗り物で、運ぶという、そういう、まあ、機械というか、はい、というものを開発してきました。そこまで大きくなった会社が、はい、なんと、はい、また新たにこの趣味の乗り物というかね、そうですね、ちょっと2008年、10年前、そうですね、に、はい、BRP ジャパン、はいはい、西部自動車販売から独立しまして日本法人ができました、はい、はい、9.11 の例のニューヨークの、はいはいはい、テロ以降、ちょっと飛行機産業が、うん、ダメージを受けまして、まあ、そういう関係もありまして、はい、この遊びの部門、もともとボンバーディアにはエアロスペースのっていうのと、はい、電車の部門と我々のレクリエーショナルプロダクトという部門分かれてまして、はい、そのレクリエーショナルプロダクトが独立したんですね、一つの会社として、はいはいはい、なるほど、はい、そこからもうかなり、加速して、はい、遊びの乗り物 ATV っていう、まあ、バギーでしたり、はいはいはい、
で全部制覇していたんですけど、はい、海、雪山、オフロードを制覇していたんですが、で、ね、はい、最後に残っていたのがこのオンロード、また、はい、そこに投入したのがこのスパイダー。なるほどね、はい、じゃあ歴史的にはやっぱ乗り物としてはものすごく長いし、はい、大きなものを空から、はい、海まで行って改めてこのロードの楽しみを伝えるのに、はい、一体何をこう重視してるんですかね、これね。あ、もうこれはですね、人々があまり体験したことないようなものを体験してもらおうというのがもうかなりコンセプトとしてうちの会社は持ってます、ね、普通の乗り物じゃダメなんですね。そうですね、変わってないとダメ、はい、変わってないとダメです ありがとうございます、はい、やっとですねこのね、BRP さんというね、名称がね本当に3文字だけで表してるんですが、実は歴史も古くはい、いろんなものにチャレンジしている会社っていうのが分かりました、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。一回この法律的な、はい、何がどこまで OK なのかっていうところをですね、はい、一旦ちょっと専門的にですね分かる人にちょっと聞いてみたいなと思ったら、例えばヘルメットの問題とか、はい、二人乗りした時とか、はい、そういったところはどうですか。ですね、まず基本的にヘルメットの問題っていうのは我々ディーラーはかぶってくださいという形でお願いはしてるんですね、はい、っていうのがその日本ちょっと独特なんですね、うん、はい、昔オート三輪小型四輪っていう免許があった時、デッチ暴行のあれですね、はい、があった関係でヘルメットいらないよという形の法律になってはいるんですけれども、はい、面白いのがトライクから乗り換えたお客さんっていうのは、うん、いや俺ヘルメットかぶんないんだよ、うんって言ってた方が大体次来るとき自分で被ってきます、うんうん、っていうのがスピードがやっぱり出ますんで、今まで自分が乗ったトライクっていうのは、まあ、せいぜい80キロが目いっぱいだったりとか、怖くてそんな飛ばせない乗り物だったのが安心して飛ばせちゃうんで、うんうん、自分からやっぱ被ってくるようになります。で、2人乗りの問題というところに関しても、例えば一応オートバイなんですね、うん、で首都高で2人乗り禁止のところあるじゃないですか、はいはい、うん、あれ警視庁にちょっと確認したんですけれども、はいはいはい、オートバイ禁止じゃないですね、二輪車2人乗り禁止なので、スパイダーは三輪だからいいですよという答えをもらってるんですね、はい、ですので要は、二輪確かに言われて僕も調べてみたら六甲とかの辺の山も、二輪走行禁止なんです、ね、はいはい、なんでオートスパイダーだと三輪なんで、そういった禁止になっているところも走れてしまうというのも現状です。で、まあ、今後のところで、まあ、免許がどうなるのっていうのはよく言われてはいるんですけれども、アメリカなんかだとオートバイの免許になります。で、フランスなんかはフットブレーキだと四輪の免許なんですね。でハンドブレーキだと二輪の免許なんですね、はい、っていうやっぱ国によってね、うん、結構この細かく分かれてるところがすごくありまして、はいはい、日本の中でも今その一時トライクの事故が増えてしまった時に、はい、まあ、免許の改正をという話が一時上がったらしいんですけれども、はい、基本的にスイングするわけでもない、でトレッド幅もあるというところで今のところは現状維持のままいく形になりますね。だから唯一僕らが今、お願いしているのがその高速道路の最高速が80キロなんですよ。なので普通のオートバイと同じようにそこを引き上げてくれという話は、はい、まあ、全国のオートバイ組合とかを通しながらこう今お願いはしてるんですけれども、唯一その三輪であることで、はい、ちょっと80キロ制限にになっちゃうっていうのも、はい、本当はもう上げたいところなんですね。そうですね、今までのその三輪の不安定さとはまるっきり違うものなので、うん、はい、そこら辺は変えたいと。だからですから車検制度に関してもフロント1輪リア2輪の3輪を基準で車検制度ができてしまっているので、うん、はいはい、フロント2輪リア1輪になってくると当てはまらないところがすごい出てきてしまうんですね、うん、ですのでこの辺も今こう国交省の方に、ちょっともう一回見直そうよと、はい、まあ、今回ヤマハさんからもフロント2輪リア1輪出てきますので、だんだんとやっぱりその辺が増えてくるだろうというところで今ちょっと要望で、はい、上げてはいるんですけど、その辺がまあやっぱり日本変わるのはちょっと時間がかかりますんでね、はい、なんかその辺がだいぶこう浸透してくる。あとはまあ今回のこういうイベントもそうなんですけど、やっぱりユーザーの方が先ほど言われたようにその免許の問題、まあ2人乗りなのっていうところとか、そういったところに対してやっぱり疑問符がものすごくあるので、こういったところで露出してですね、そういったものをどんどんなくしていきたいなっていうのが今回のイベントの趣旨なんですね。どっかでこれうまく伝えられるかなと思います。そうですね、はい、ぜひお願いします、はい、どうもどうもありがとうございます。いいえ、とんでもないです、はい、よければ自由に乗っていただいたり、はい、はいはい
と本当にジャイアのあそこの会場の中で乗ってるぐらいだと、ああこんなもんかな、うちなんかも市場にお客さん来た時1時間以上乗ってくださいってお願いするんですよ。っていうのが最初の15分から20分違和感の塊なんです、うん、で何が一番違和感かっていうと、実は内輪差がないんです、だからライン取りが違うんですよ。なのでどうしてもそこが違和感で20分ぐらいだと何かなっていうので終わってしまうので、なるべく1時間以上乗ってください、お願いをするんです。そうすると楽しくなります。僕だとやっぱりね、いつもすごい思いっきりよく走るっていうのをね、想定するんですけど、大体普通に試乗すると、トラコンとかああいうのは全部効いてて、これ以上何も起きないなっていう状態になってると思いますけど、ああいうのが多分切れていくと、かなりトリッキーな面白いマシンなんじゃないかなっていうのは想像がつくんですよね。そうですね、基本的にはもう多分世に出てるものの中で本当に一番安全だと思うんですよ。トラコンも入りますし、スタビリティコントロールが入って、アンダーも消しますし、内輪が浮き上がっても落としますし、で僕一回トラコン切ったことがあるんですね。正直言って面白いけど危ないです。逆にそうなっちゃうんですね、やっぱり。どこ行くか分かんないです。ですので、その中間ぐらいがやっぱり一番面白いところなんですね。だから、先ほど言った僕の F3 っていうのが、正直ハーフドリフトで走り続けられる、やっぱり仕様にはしてあるんです、かなりドリフトができるマシンになる、すごいドリフトマシンになっちゃってると思うんで、ある程度トラコンはちゃんと入れてて、だけどそのハーフドリフトができるぐらいのトラコン設定っていうのがあるわ、ですね、日本仕様は加速騒音規制の関係で、リアのスプロケット79兆、本国仕様は89兆なんです、なので89兆のスプロケットを入れてあげると本来の楽しみ方ができるんで、だから本国仕様っていうのはハーフドリフトするんですよ。なるほどね、はい、じゃあそういうふうにちょっといろいろ設定によっていろいろ変わってるので、だからそこら辺がやっぱりまだそのバイクはやっぱり日本のオートバイ屋さんってもういろんなものを走ってるんですけど、日本のまだスパイダーディーラーさんの中でそこまでこうやってる突っ込んでるところはないので、僕なんかはアメリカにちょこちょこ行ったりとかしてるので、アメリカの連中なんかから情報もらって、どうやってお前ら遊んでるっていう、向こうのプロモーションビデオなんか見てバーッとドリフトして走ってるシーンとかあるんですよ、俺もできないんだけどそれ無理だもん、それ79じゃんとで、これをこうしてこうするとできるさっていう聞いて遊んでます。だから今年も去年モデルから F3 はドリフトモードってあるんですよ。2速の70キロまではトラコン回順を切れるんですよ。2速70キロまではぐる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 回って遊べます。そういう風にやっぱりなってるんですか。はい、だんだんそういう風になってきてますね。ただ安全なモードになってればもう本当に安心して走れば乗り物なんですね。目三角形にして乗ってもオートバイの方が入ってダメよって止めてくれるんですよ。どっかでね、なんかそういうのも体験してみたいなと思ったんですけど、なかなかそのチャンスは、ないんでね。またいつか。後ほど多分戻ってきたら乗ってみてください。面白い。どうもありがとうございます。さあ、それではですね、オーナーさんにですね、少しインタビューしてみたいと思いますが、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ところお名前は？川崎市の加藤と申します。よろしくお願いいたします。もう何年目ですか乗られて。もうこれがもう何代目かになるんですけど。何代目か、3代目ぐらいですかね。最初に RT の黄色のモデル乗ってたんですけども、今これに乗り換えまして、ちょっとサスペンションとマフラーを、フォックスというフロントのサスペンションと、あとアクロビッチのマフラーをつけまして乗っておりますけども、非常に楽しいですね。買ってよかったと思うところ一番。これはですね、非常に楽しいです。で、私普段市街地に住んでるわけなんですけども、周りの近所の皆様にも受け入れられてますね。受け入れはい。いいねいいねということで、楽しそうだねと。買ってですね、いや大変だなと思うところ一つ、高速道路の日曜日の夜、帰ってくるときに渋滞すると大変ですね。やっぱ渋滞は大変なんですね。例えば中央高速の、上野原で合流して2車線になるところ、あそこのところで年中詰まるじゃないですか。ああいうところで詰まっちゃうと、
やっぱり雨が降ってたり、はい、カンカン照りだったりすると、ね、やっぱりちょっと辛いなと思う時はありますね。やっぱり渋滞は辛いんですね、はいはい、でそれ以外外せばですね、全然大丈夫です。あ、本当ですか、はいはい、維持費なんかどうですか、特別になんか維持費は、ね、安いです。安いんですか、保険も税金も、このがたいで、自動二輪なんで、非常に安いです。なるほど、ね、タイヤ代とかは、タイヤ高いですタイヤはちょっと高い、3、3つありますしね、そうですか、オイル交換とかそういうのはもう普通ですか。オイル交換も自分ではできないんでお願いしなきゃいけないので、それはそれなりにかかりますね。なるほどね、まあ、4輪持ってると思えば安いですよ、税制とかも。そうですね、やっぱり4輪、まあ、4輪何と比べるかによりますけども、外車の4輪と比べれば安いですよね。そうですね、じゃあ決してまあそんなに何か維持費でびっくりソロかかっちゃったっていうのは、そうはないですね。もうすでにね、3代目ぐらいになると多分このスパイダーのシリーズではヘビーユーザーだと思いますが、おいくつぐらいまでこれは楽しめるって踏んでますか。これはですね、私今64歳なんですけども、はいはい、これからですね。これからいいですね。これからですね。なるほど、これからの楽しい乗り物、ということは70、70、もう75ぐらいまではこれ遊ぼうと思ってます。逆に下はいくつぐらいの人から乗っていってほしいですかね。あ、そうですね、これね、F3 っていうモデルがあるんですけど、はいはいはい、こっちでしたらもう20代30代から乗っても楽しいと思いますね。相当幅広いですね、ただこっちこの RT もね、乗って楽しいっていう、市街地に首都圏とかに住んでると、その帰ってくる時の渋滞とかいう問題があるんですけど、そうじゃなかったら、これは非常に安定してますから、乗り味はもう同じエンジンですけど全然違いますんでね。ありがとうございます、はい、なんでじゃこれやってんの。もともとシードゥ乗りで、えシードゥ水上バイクの BRP のシードゥを乗ってて、その絡みで BRP の方とは仲良くしてて、で BRP の耐久レースとかも出てるから、それで、で今度カンナムが絡み、ちょっと難しいですよね、ちょっとまだ練習です。練習なんだから最も簡単だよ。今日牽引させてもらえるんですって、牽引させてもらえるって。別にあれ何牽引なんで、あれ引っ張って、こうパイロンに入れよう勝負みたいな。うんうん、で最近牽引免許取ったから。あ、そうか、バックができるから。そうバック入庫させんの、あれバック入庫させんのなんで喜ぶなんて。いや、それを振られて知ったのが昨日で私やんのっつって、いや最近牽引免許を取られたそうですっつって。誰が。私。あ、そう、あれ牽引免許じゃないといけないの。いや、あれそんなことない、小さだったら牽引免許いらないわ。あれはそう、牽引免許いらないけど難しいんだよね、でもね、牽引免許取ったからの流れで多分牽引免許取ったんだ。でも取ったんですよ。へ、取ったんです。だ、何のために。トレーラーだったらできる。水上バイク2艇だと750キロ超えるんで、うん、なるほどね、うん、で、もうトレーラーも込みだともう1トン超えを引っ張ることになるから免許はいるんですね。本当楽しんでるね、相当。そうなんです。何それ、ニコ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 して楽しいんですよかったね、よかったね、バイク、錦野明とバトルしたくせに懐かしいさあ、このイベントは、なんとですね、牽引、スパイダーに牽引のですね、後ろの箱をつけてですね、その車庫入れをですね、競うという企画をやっておりますが、先ほどのアミちゃんがチャレンジするようです。さあ一周しましょうか、せっかくだから。ウィニングラン。さあ戻ってきました。ここからバックでここに入れる。さあどうするか。さあまずは慎重に行きましょう。これは本当にやってみるとかなり難しいと思います。さあゆっくりとゆっくりと、さあどうなんだろうか。難しい。少しずつ修正しながら
実はアミちゃんは牽引免許を取ったばっかりなんで、練習したばっかりなんですけど、牽引免許の時よりはホイールベースがね、牽引車両とのホイールベースが短いので、これ結構難しいはずなんですよね。そういった意味では牽引免許を持っててもこの車庫入れは結構難しいと思います。私も牽引免許取りたいんですけどね。指示が飛んでおります。でもこのトレーラーがあるだけでツーリングや旅が本当に何倍も何十倍も楽しくなりますからね。ぜひぜひこのトレーラー皆さんチャレンジしてみてください。フリーダムトレーラー、これスパイダーのデザインに非常に合ってますよね。形もかっこいいし、中の容量も結構荷物積み込むことができます。さあ、いい感じできてますね。いい感じですが、どうでしょう。おっ、なるほどなるほど。そう、ハンドルの切り替えがよく分かんなくなるんですよね。このバックしてる姿がセクシーですね。おっと、入るには入ってますね。このまま OK みたいですね。いいんじゃないですか。そして車両をこの後です、この後です。倉田さん、だからこの状態にしてね、曲がったまま入れようとしなければいいんですよね。倉田さん、引かないように気をつけてくださいね。お願い。いやー、これは難しいわ。おらい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 、素晴らしい。ちょっとアミちゃん来てください。アミちゃん初めて入った。これ難しいでしょ。これすっごい難しいですね。これ頭の中のイメージが結構ね、はい、ハンドルがどっちにやったらいいのかって分かんなくなりますよね。分かんないですね。やっぱりね、マシンが小さければ小さいほど原因って難しいんですよね。ぜひぜひ、じゃあ今度夢が広がりますね。スパイダーもね、どんどん乗ってくださいね。ちょっと面白いですね、だからね、難しいから。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、アミちゃんでした。はい、ごめんなさい、こちらのカメラでいきます。はい、こちら見てください。撮りますよ。はい、チーズ。3、2、1、お願いします。お願いします。3、2、1。はい、3、2、1。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは皆さん、モーターステーション TV です。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、乗ってきましたよ。どうでしたか。いやいや、やっぱりね、やっぱり楽しいね。やっぱり楽しいですよね。ゆっくり乗っても楽しいし、はいはい、だって止まるとき足つかなくていいじゃん。そうなんですよ。二輪感覚で行くと、はい、そこで止まる足出さあどうしなくていいんだって。そうなんですよ。すごいよね。立ちゴケの心配もないです。ないね、はい、だからすごく安定した乗り物だなと思いつつ、うわーって走ると逆にすごい不安定さというか、うん、なんかいろんな動き、不思議な動きして、不思議な動きしますね。それがまた楽しいみたいなね。だから決して安定してるからといって、はい、年を取ってる人だけの乗り物ではなく、うん、何かをしようとすると若者の心をグッと捉える何かがあるみたいなね。そうなんですよね。加速も持ったほど良いんですよね。だから見た目ですごく重そうな重厚感は確かにありますけど、アクセルを開けるとあこんなにパワフルに走るんだってちょっとびっくりしますよね、うん、これはぜひですね、はい、いつかアミちゃんと一緒にですね、ロングツーリング、はい、ロングツーリングぜひ行きたいね。行きたいですね、ロングツーリング。どこ行こうかね、どこ行こうかね、夢膨らむね。どこがいいかな、北海道行きたい。でかいな話が。いろいろ予算の関係もありますんでね。そうですね、そうですね。でもまあできたらね、そういうのをやって、はい、
遠くに行ってみたいですね。そうだね、うん、私も毎年ね1回ちょっとずつの試乗しかしてないんでね、うん、本当にロング走ってみて荷物の積載性とかね、うん、ロング走って使えないのか、うん、そんなところも見てみたいですけど ね、うんうん、そうですね。前2輪後ろ1輪っていう特徴もやっぱり内輪差を気にしないで走れるっていうのがあるんですよ、ね、うん、前が2輪なんで前が通れれば後ろは必ず通れるんですね。途中で聞いた この乗り物を一般の人にどんな乗り物って表現しようとした時に、うん、途中で聞いた、うん、スノーモービルに似てますって言われたんだけど、スノーモービルを知ってる人がほとんどいないんでスノーモービルでもね俺はスノーモービルの試乗も結構やってるけど、はいはい、確かにスノーモービル、あー近い、確かにスノーモービルに近 近いですか、うん、アンダーの出方とか、 あとバンクはしないけど遠心力だけ G がしたとかっていうのもあるから、あ確かにスノーモービル、ね、でもそんなのわからないよ。確かにそうかもしれない。私スノーモービル、素敵なオリジナルのステッカーを差し上げております。さあなんかイベントがね、もうまたね始まるみたいだけど、アミちゃんはこのまままたステージでね、はい、いろいろやっていただくと、夜まで進行してます。そうですね、イベントは2日間、土日に分けて2日間泊まりで東京で楽しんでいくイベントをやっているということで、また次回もここなんだろうね、これね。そうですね、次回も、次回は必ず来てくださいね。はい、ぜひ楽しめると思います。はい、一般の人も試乗もできますので、ぜひこういった機会にですね乗ってみると言ってることが理解できるから、うん、乗ってみてほしい時代ですね。バイク乗りの方は特に、投票用紙にですね、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。受付の方にバイバイ投票ください。